平和橋は、中川に架かる東京都道308号線小松川、葛西沖線の橋である。右岸の東京都葛飾区東立石1丁目及び、東四つ木2丁目と左岸の東、新小岩8丁目及び、西新小岩5丁目の間を結んでいる。現在の橋は、1960年竣工の2代目である。現在ある平和橋の両岸には、明治時代には右岸に、薬師道、左岸に、逆西道という道路が中川に沿うように通っていたが、路線上は特に設けられていなかった。架橋まで国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの写真 8912C1 から136を元に加工。1944年の架橋前の様子。関東大震災の後の帝都復興事業に、対応する形で新たに決定した1927年8月の東京府の都市計画の中に補助線道路82号があり、平和橋はこの新小岩駅と本田町約2分の1が落下した。この時、平和橋同様に上流の奥戸橋、下流の上平井橋という木橋がともに落下しているが、これらの橋がしばらく手つかずの状態にある中、平和橋だけは10月中には復旧工事に取り掛かっており、1947年12月30日に復旧している。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの写真、MKT636C5 から28を元に加工。1963年の現在の橋。2018年現在の平和橋1957年。仮設橋から永久橋への架け替えが決定し、1960年5月、竣工した。ありがとうございます。